北海道の田舎のメガネ屋の SNS 活用事例で始めていきます。まず簡単に自己紹介なんですけど、 B-Love さんの SNS 広報担当養成講座の44期生として受講させていただきました。北見店で店長をしている藤田紀博と、もう一人隣の田中琴音が網走本店で今現在入社3年目で、今回受講させていただきました。でこの2人は結構年齢は離れてるんですけど、共通点があって、致命的なレベルで SNS が苦手で、できることならもう関わらないでいきたいなっていうぐらい SNS はほとんどもう見るくらいっていうのが精一杯な状況だったんですけど、今現在は SNS を運用していくようになっています。次に弊社の紹介なんですけれども、先ほど、紹介にありましたようにちょっと変わったメガネ屋って呼ばれることがあって、僕たちのミッションがメガネっ子をゼロにしたいっていう目標があります。で僕たちは本社が網走で人口が 3.3 万人というすごい田舎で働いていて、支店も斜里とか北見っていう北海道のオホーツク海側に位置してやっていて、4年ぐらい前に札幌にも支店ができています。で北海道はこんな感じでとんでもない直線の道路があったりして、で北海道の大きさってどんな感じっていうのがすごいイメージがしにくいと思うんですけど、このぐらいのサイズ感があって、網走と札幌の距離感がだいたい東京と名古屋ぐらいの距離感で位置してます。直線距離がだいたい260キロ離れていて、今年の4月に東京の浜松町にオフィスを開設しています。その浜松町までがだいたい直線距離で1000キロあります。僕たちがこう田舎者の僕たちが東京でお仕事をできるっていうのも、そのメガネに対する考え方がちょっと違うっていうところがあってお仕事できてるんですけれども、メガネってすごい対処療法的なところがあって、目が悪くなって大体の方は致し方なくメガネかけてると思うんですけれども、メガネってなんで目が悪くなったのかっていう、そういう原因が考えられていなくて、目が悪くなる理由って大体の方が分かってるはずなんですけれども、そのゲームが原因だったり、勉強とかパソコンとか近くのものを見るっていうことが原因で目が悪くなってるっていうね、ことは分かってもそこにアプローチできるところが少ない。で僕たちはその悪くなる原因が解決したら、もしかしたら視力が悪くならないんじゃないかとか、悪くなってたら元に戻るんじゃないかなっていう考えをもとに、メガネを提案させていただいています。弊社のようなメガネは本当に少なくって、大体のメガネ屋さんはその対処療法的な、目が悪くなったらその足りなくなった視力を補填するような形でメガネを提案している。そう、僕たちのようなメガネ屋をもっともっとたくさんの人たちに知ってもらいたいなっていう思いがあるんですけれども、メガネはすごい医療機器的な側面があって、薬機法とか法律的なものとかガイドラインとか、すごい細かにルールが決められていて、表現がすごい難しくてなかなか自由に広告が打てなかったりするところがあって、効果的な広告がすごい打ちにくくって、今回その養成講座を受けたのはSNS の原理原則とか、適切な使い方とかを学びたいと思って受講を決めています。僕たちが SNS がすごい苦手だなって感じていたのは、まずは炎上が怖いっていうことと、この3つ、写真や文章など投稿に時間がかかってしまうとか、どこまで仕事なのかなとかプライベートかなというところの区別がちょっと苦手に感じていて、この3つをちょっと
どういうふうに克服したかまとめてみたので聞きます。で、一つは、炎上が怖いっていうことなんですけど、 SNS はもっと僕らを知ってもらうためにもやった方がいいと思ってはいて、インスタとか Facebook とかアカウントはすごい作ってはいたんですけど、薬機法とかガイドラインとかそういった部分で引っかかることが多くって、フレーム、新しい新作のフレームの紹介だったり、毎年作ってるカレンダーができましたよっていうそういった案内ばっかりになってしまって、どうしてもなんていうかモチベーションが続かない状況で、ただただなんとなくふわっとした理由でやっている状況でした。で、講義を受けていく中で、そもそもそんなに見られてない、炎上する方がむしろ難しいっていうお話を聞いて、それでも炎上するんじゃないかなと思っちゃったりとかしていて、なかなか投稿いけなかったんですけれども、上司にもその相談をした時に、一層炎上させてみてよくらいにもう笑いながら言われて、上司が炎上させろって言われたらもう頑張って炎上させてみようかなっていう感じで、より頑張れるような感じになっています。で、その炎上を求められた上司の写真1枚です。で、2つ目の文章を考えたり写真を撮るのがすごい時間がかかるっていうことなんですけど、どういった人が見てるのかとか、年齢とか、実際どう目が困ってる人が見てたりとか、そういうどういった人が見てるのかを考えると、すごい文章が思いつかなかったり、あとはメガネの写真ってすごい反射とかしてすごい難しくて、よくわからない写真が何枚も何枚もスマホに溜まっていってしまったりとか、もう一件投稿するのに1時間とか平気でかかってしまっていたりして、もういいやっていう風にしてちょっと投稿自体を諦めるっていうことも多かったのが現状でした。で、ターゲット設定の講座でお聞きしたお話なんですけど、誰に見てほしいのかを具体的に決めるっていうことで、投稿する内容とかもすごいイメージしやすくなったんですけど、具体的にっていうのも年齢とか性別とか職業とか趣味とかいろんなことを具体的にイメージして決めることで、その投稿する中身の内容とかもすごい決めやすくなって投稿がスムーズにいくようになりました。あとは文章とか写真の点数というか仕上がり具合が60点で OK っていうのをブログの講義でお聞きして、100点を目指すとやっぱり時間かかっちゃうんで、60点で OK っていうところですごい気軽に投稿ができるようになって、で、その反省点はもうボロボロ出てくるんですけど、次回の投稿の時にその反省を生かして、どんどん平均点を高くできればなと思っています。で、写真に関してはすごい僕苦手で、何撮ってもパッとしない写真ばっかりだったんですけど、隣の田中とか上司とかがすごい写真が得意で、田中に至っては高校時代写真だったりするんで、その撮り方とかコツとかを教えてもらいながらコツコツ今やっています。で、その田中が撮った最高の1枚が弊社の社長の1枚です。ハードルがこれで下がかなり下がって、さらに気軽に投稿できるようになってきています。で、最後のどこまで仕事でどこまでプライベートかっていう区別がすごく悩んでいて、そもそも自分のことをどこまで出さなきゃいけないのか、休みの日もやらなきゃいけないのかとか、そういったことで、ぐだぐだ悩んでたりすると決まったんですけど、 Facebook の講座でお聞きして、あなたはあなた以外の何者でもないよっていう Facebook の創始者の方の言葉で、その時感じたのが、勤務中も自分だし休みの日も自分だし、結局仕事してるかそうじゃないかだけの違いで、どっちも自分だから分ける必要がないなっていうのが僕の中で感じました。休日とか営業終了後とかも
こは結構大変なのは、いいねを押さなきゃとか、前に投稿しなきゃっていう SNS 柱としての責務が重荷になってくる時があって、どんどん精神的に苦痛になる時があって、どうしてもやっぱりいいね押せない時もあるし、そもそもちょっとスマホ見たくない時もあったりとか、そういった時もあるんで、ただそれでもやらなきゃっていうとどんどん疲れてしまうんで、投稿できない時はできないし、いいね押せない時は押せないしっていう風に完全に開き直って、割り切って今乗り切っています。そうすることで、まあ、毎日投稿っていうのは365日っていう感じでイメージしてたんですけど、どっか休みがあって350日とか投稿でもいいかなと今思っています。その中でやっぱり継続していくには自分たちが楽しむっていうのが重要かなと思っています。でそのモチベーションをやっぱり持っていくのが大事だと思っていて、そのモチベーションはやっぱり自分たちで保つしかないと思っていて、まず一つは、僕の中ではフォロワーさんがすごい増えるとモチベーションが上がっていたので、最初こういう感じでポップを作ってみたんですけど、店頭では全く機能しなくって、1週間ぐらいで諦めて、もう名刺型に変えて、お客様に直接渡したりとかして、フォロワーさんになってもらったりとかしています。あとはリアルなお客様との接点の増加っていうところで、僕たちがおすすめするような商品とかを投稿することで、実際に車で3時間ぐらいかかる距離のところから買いに来てくれるっていうような事例もあったりして、とてもモチベーションが上がった一件投稿でした。あとは今までになかった接点のなかった企業さんとも交流がすごい増えていて、多分 SNS をやってなければ一生知り合うこともなかった、本州の企業さんとかとも交流があったりとかして、それもすごくモチベーションのアップにつながっています。毎日投稿はやっぱり重要だなと思っています。投稿がやっぱり間が空いてしまうとすごくフォロワーさん減ってたりとかするっていうのもあったりして、やっぱりどんどん簡単に忘れられるなっていうのが実感としてあって、すごい重要だなと思っています。ただ毎日投稿となるとすごいネタ切れが日々戦いになるので、その投稿に悩んだ時は企業公式系ハッシュタグっていう形で、こう企業公式がお疲れ様を言い合うとか、毎朝地元の天気を言い合うとかっていう形で投稿をすることで、ある程度ネタが作りやすいものがハッシュタグであるので、それを使ってとりあえず毎朝1回は投稿するとか、そういった形で投稿を今続けています。あとは定期的に投稿できるものを用意するっていうのも大事だなと思っていて、こう本店網走のお店では夕刊を会長に届けるっていうのを毎日投稿したり、僕の北見店では、朝の開店時間を投稿してみたりとか、いろいろやって、でこういったものがあるだけで毎日投稿っていうのはすごいハードルが下がって、精神的な疲労感とか精神力が安定しています。で今後の目標なんですけど、全員広報っていうのを講義の中ですごい聞いていて、まだまだ全員広報ができてるっていう状況ではないんですけれども、その写真を撮ってもらうっていうのをお願いしたり、まあ、モデルになってもらったりとか、そういった得意なところを生かしながら今はみんなで盛り上げていけるようにっていう形で今頑張っています。今後は採用にも SNS が関わっていけるといいなと思っています。でその中で僕たちのちょっと、もしかしたら今の僕を見られるとマイナスな印象を持たれるかもしれないんですけど、僕たちの千里堂にいるスタッフの人感とかを伝えて、一緒に働きたいって思ってもらえる感じになればなと思っています。こう僕もすごい苦手に感じていた SNS なんですが、投稿はもうなんていうか切って貼ったようなすごい荒削りの投稿ばかりでいるんですけれども、今個人のアカウントもこういうふうに作っていて、
投稿するようにもなって、基本僕自分が写った写真とかすごい苦手で、鏡に映る自分もちょっとびっくりするぐらい苦手なんですけど、そういった写真も投稿してみたりとかすごく頑張っていて、同級生とかに見られると会社になんかやらされてるんじゃないかとかすごい心配をされたりとかするぐらい革命が今来てます。特別会社から投稿するっていう命令があるわけじゃなく、自発的に今やっています。ここまでで終わりです。ご清聴ありがとうございました。欲張りなんで、今やってる SNS の QR コードを手いっぱい貼っておきました。あとは東京で測定会期の毎月実施しているので、一番右の QR コードから LINE を友達登録いただけるとご予約の案内とかできるので、ぜひご利用いただければと思います。ありがとうございました。